左へ向かって男性のスポットターンから始めます。その後、男性は女性を左ピルエットへとリードし、女性は両膝を曲げながらこのポーズで一息ブレイク。お互いの腕をクロスさせながら、男性は女性をロンデジャンプにリードし、バックドロップへ。ここから女性は左へスパイラルターン。男性は女性の体をうねらせるようにリードし、女性は空中に向かって手を伸ばします。その後、後方へスライド。女性は背中を最大限に反らした後、再びスライドモーションから立ち上がり、スパイラルターンから次のモーションへと移ります。男性と女性が一つになり、動きに調和を持たせるよう心がけましょう。このシークエンスの最も重要なポイントは、女性がスパイラルターンをするとき、男性は女性を自分の左側へリードすることです。これによって、女性の足が自然と次のステップに移ることができます。スパイラルターンの際、女性は踏み込む方の足をしっかり伸ばし、回りきる前に重心を体の中心に持っていきましょう。スパイラル、ターン、うねりのあるムーブメントを含む男性のリードは、社交ダンスにおいて最も重要で基本となるものです。はじめにオープニングアウトを2回。男性は左へターンし、女性の周りを歩きながらアラベスクのポジションへとリード。リードしていた腕を女性の背中に移動させ、サポートしながら巻き込むようにドロップ。その後、女性はオフバランスの感覚で外側へロンデ。男性は女性の腕を軽く引き、女性は男性の腕へ T ラインの形を取りながらダイブ。ふっと力を抜きます。その後、男性は女性の両足が円を描くようにサポートしつつ、女性を立ち上がらせ、最後にクカラチャのステップで後方へ下がります。それでは、女性がアラベスクターンからドロップされるまでの動きと、男性がそれをどのようにサポートしているか見てみましょう。男性の腕が女性の背中の左側から右側へと移り、女性の体がドロップされるのに正しいポジションへ運んでいます。このポジションから立ち上がる際、女性は片足ずつロンデするよう心がけましょう。ロンデの後、女性の右上半身は男性の右手によってしっかりサポートされており、これによって女性は自然とターンすることができます。同じ振り付けでも、ダンサーが毎回全く同じ動きをしているとは限りません。この場合、手前の例と奥の例では、女性ダンサーの右腕の位置が異なります。
このような微妙な位置のズレでも同じ振り付けに違った印象を与えることができます。講師はこのような小さな発見でも発想として生かすよう勧めています。